お金のいい企業をじゃあ高めるにはどうしたらいいのかってことですけど一番目お金や人生のメンターを持つってことをやってください皆さんの周りに必ずいるはずです皆さんの親戚のおじさんだったり今の同僚の先輩だったりとか何かそういうふうな人が今経済的に幸せにやってるっていう人を見つけたらその人に教えを請うってことをぜひやっていただきたいと思います でお金のそういう制限を持ってない人と付き合うとすすごく自由になります僕のメンターに2人、えー、自分はお金持ちで、えー、だっていうふうなことを普通に言えてた人がい、まあ、1人は武田和平さんですよねあのなんか話をしてる時にあのよく出てくるんですよなんか予算とかないんですかって言ったら「予算はないんで」って言って「大丈夫ですか?」って言ったら「大丈夫わしは金持ちなんで」って <laughs> いうことを普通に言われるんですよね。 お金はいっぱい持ってる、断診してくださいとかって言われたら、本当に何かありそうな感じがするんですよね。で、もう一人はジョン・グレイさんです。ジョン・グレイさんもよく、あのお金がいっぱいあるので、分かっちゃうのは当然なんだよとかって言うんですよ。で、すごいのがレストランとかでね、あの普通アメリカってチップは15%とか20%ぐらいなんですよ。でも、ジョン・グレイさんってチップを多いと30%とか40%上げるんですよ。 で40%ってすごいでしょだから2万円の食事行ったら、えー、8000円とかあげるんですよチップでですよで僕1回ジョン・グレイさんとディナーご馳走になったことあるんですけど、えー、2人でレストランに入ったらもうマネージャーがもう飛んできて本当に飛んできて文字通り「<laughs> ドクターグレイ!」って言って飛んできてもう分かりやすーと思ったんですけどまあでもそうですよねチップで5000円とか1万円とかもらったら、えー、やっぱり変わりますよね なので本当にそういうふうな人と一緒にいると人生変わります僕はあの竹田和平さんと一番その時間を過ごしたときに聞いたのは竹田和平さんにとってお金って何ですかって聞いたら庭にね池があってそこそこからお金がコンコンと湧き出てると組んでも組んでも減らない そういうい、まあ、武田和平さんって全部全問答的なんですよでそうするとね頭を固い人はどうやって意見を掘ったらいいんですかとか考えるんですけどそういう話じゃないんですでそういうことを考えるとダメなんです皆さんにとっての意見は何なのかっていうことを考え始めると人生が大きく、えー、シフトします、まあ、これがですね、えー、豊かさへの,、えーえー、の道なんですけど、まあ、まあ、そういうメンターとのやり取りで、えー、制限がどんどん外れます えー、例えば武田和平さんがある不動産の取引をしましてねでどうも1億円ぐらいその買った土地よりも高い値段で買わされたらしいんですよでそれをこうなんか密告っていうか武田和平さんに言った人がいてで「武田和平さん1億円も高く売りつけられてますよ」っていうふうにその人が憤って言ってるんですよねねじゃあそうか、ね、でどうかどしてね。 じゃあ1億円も高くその人を売りつけたのだと思うっていうふうに言ったら実はその人が借金で借金を返すために1億高く売りつけてあのひどいと思いませんかってその人はプンプン怒ってるんですよ。で和平さんニコニコしてじゃあその借金を返せたんかねって言ったら和平さんに1億高く売りつけたお金で全額借金返済したようですよって言ったらじゃあその人は嬉しかった,よか,ったかねって言うんですよね。で じゃあ借金をあのなんかお金を貸してた方はどうだったのっていやもちろん全額返ってきたからすごいハッピーだと思いますよったらじゃあ全員ハッピーでよかったかねって言うんですよね。この感覚なんですよ。で自分が損したなんていうふうな感覚がないからまた入ってくるんですよね。これをねアメリカ人に言うとクエスチョンマーククエスチョンマーククエスチョンマークみたいなんですけど日本の人はまだ分かりやすいかもしれません。なのので豊かさっていうのがもう もう有り余るっていうふうに感覚があるかどうかっていうのがお金持ちの生き方なんですお金がない人はもうなんかその貧困意識の中で生きてるんです、ね、だから例えば今日なんかここねあの隣の人が息を吸ってた私の酸素吸わないでとかっていうようなピリピリしてたとしたらもうなんかすごく自分のものは足りてないっていうふうに思うってことなんですね二番目 愛情やサポートを感謝してて受け取ってください。お金がなくなった時とかピンチとか人生のピンチに友達の善意とか優しさとか友情まあパートナーでもいいですけどそれをぜひ受け取ってください多くの人は与えることに対して博士号をあげてもいいぐらい素晴らしいんですよ。 この中でも誰かにあげたりプレゼントしたりする方が結構得意だと思うんですよ聞いてみましょうかこの中でプレゼントするのが好きだとか与えるのが好きな人ってどれぐらいいますはい多分今日いらっしゃってる方はそうだと思うんですハッピーマネーっていう講演会に来る人ってみんないい人とか,なんか僕のほ <laughs> のあれですけどいい人に違いなんですじゃあ今度受け取るのはどうかっていうとどうでしょうか与えるぐらいを受け取るのって得意でしょうか受け取るの苦手な人どれぐらいいますはいでしょなので 誰かが風邪ひいたって言ったらスープ作ってね大丈夫っていうくせに自分が風邪ひいたら誰にも連絡せずにもう傷はペロペロ舐めて治すみたいなそういうふうな人たちはこの受け取るってことをやらないとダメなんです3番目 不安と心配と上手につきはさっきから何回も話してます。ハッピーマネーを書いて一番の目的は皆さんの人生からお金とか人生の心配をなくすってことなんです。人生を信頼できるかどうかってことです。何があっても皆さんの人生が面白く展開していくってことを信頼できるかどうか。これがテーマです。4番目。より良い未来を信じられるかどうか。 これは皆さんのメンターが素晴らしい人生を送っているとああいう人生が生きられるんだっていうふうに思いますけれども不幸な人とか意地悪な人ばっかりに囲まれているとそういうふうに思えませんなので幸せな人楽しい人うまくいってる人と付き合ってください次どんな時も経験や皆さんの思いを分かっちゃうということをやってくださいそれが皆さんの友情を深めることにつながっていきますさあそして あと2枚スライドで質問タイムに入りますねハッピーマネーの流れを作るにはどうしたらいいのか1番目お金を寄付する多めに支払うこれ100円でもいいんですお金の不安が出たらどっかの箱に100円入れてくださいそうするとあ私ってちゃんとお金があるんだっていうふうに思いますなので皆さんの人生には必要以上のお金は流れてるんですけど怖くなった時にはぜひ寄付をしてください2番目プレゼントやカードを送るこれはそんなお金かかりませんよね 電話でもメッセージでもいいんです、えー、それをぜひやってください三番目お金を受け取ったら素直に喜ぶ本の中に書きましたけど、えー、僕アメリカのスーパーで、えー、レジに並んでたらなんかピーンってなんか鳴ってでそれでなんか何人かに一人当たるんですかねなんか2ドルのクーポンもらったんですよででそれはすごく嬉しかったんでわおラッキー w lucky ーって言ってたらなんかすごく隣のおばさんが受けてそんなに喜んだったら私の2ドルもあげるわって言ったらおー。<laughs> ラッキースリーって言ったらその隣の列の,あのおばさんも「私のもあげるわ」って言ってあっという間に僕大金持ちになったんですよね。でそうやって喜んでる人を見てあげたくなるっていうのが人間なんですなのでお金をもらった時には素直に喜べるかどうかってことをぜひやってみてください。4番目、えー、好きな人に えー、好きな人好きなお店で買うってことをやってみてください今まで皆さん他の店とかオン,ラインオンラインで通販とかで安く売ってるっていうのは知ってるんだけどそのお店が好きだったりそのオーナーとか店員さんが好きだから高めだけど買ったことがある人ってどれぐらいいますはいありがとうございますもう今日いい人集まってますね <laughs> ぜひ好きな人好きな店で買ってくださいそれは皆さんのお金をハッピーマネーにします次 これは武田和平さんに教わったことですお金が入ってきたときにありがとう出ていくきにありがとうっていうのが皆さんをハッピーマネーの流れに連れていくことになりますはいそして最後にハッピーマネーは5つのステップということですが1番目今ののお金との関係を見直してくださいもし今の皆さんとのお金の関係があんまり楽しいものでなかったらお金と楽しく付き合うってことをやってみてください 簡単な方法としては、皆さんのお金を財布から後で出してみて、お金に語りかけてください。そうするとね。お金がなんか言うかもしれません。例えば君には苦労かけられたよ。なって話をしたら、あなたがちゃんと使ってくれないでしょうからでしょうとかって言われたりだとか、お金と対話してみてください。想像の中であのそうするとね。皆さんがお金をに対して恐れてたり、皆さんがお金に対して過度に期待してたり、心配してたりってことがわかるはずです。 僕はもし師匠になったら書きたいなと思うのがお札の中に書きたい言葉があるんですよね。稼ぎぎよくタバコであるじゃないですか吸いすぎとか注意と同じで、えー、注意項目としてねお金の稼ぎすぎ使いすぎ心配しすぎに注意しましょうあなたの心の健康を阻害する可能性がありますってぜひ入れたいんですよね。稼ぎぎぎぎすすすももも使いい心配ぎも良くない まあそういう意味で皆さんが楽しくお金と付き合えるかどうかってことを、えー、今日から考えてみてください。2番目お金のドラマを振り返り返す、えー、いろんなドラマがあるはずです例えば僕は高校の時代ぐらいに、えー、英語を勉強したいっていうふうに思ったんですけど、えー、それは高いというふうに言われたりあるいは父親はお金を出すことに対してはずっとストレスだと思ってたのでお金はあったんですけどうちは、えー、母親に相談したら「 お父さんの機嫌が良くなったら、えー、話を持ち出してもいいっていうことでずっと僕あのオーストラリアの,その,あの,あの何ホームステイのパンフレットをかばに入れてたんですね何ヶ月もでそしてもうその当日が来てしまったからさすがにもう捨て,捨てましたけどその時にはボロボロになってたんですよパンフレットがいつのタイミングで見せようかなと思ったけど結局僕も勇気がなくてなぜかというとその,そのパンフレットを父親に見せた父親が不機嫌になる。 怒るそうすると暴力を母親に振るとかって思ったら結局その僕が我慢すればいいんだろうっていうので結局高校のホームステイは諦めたんですよねなので僕オーストラリアにまだ行ったことないんですけど多分行ったら泣いちゃうと思いますでそういうその小さな時のドラマ皆さんだったらバレエの練習とかサッカーの練習とかピアノの練習断るとかなんかあるはずなんですでそれがきっかけでなんかやれないと思うこともあるはずなんですよねお金が理由でやれないといとうううふうに思う としたらそういう小さな時何かあったということを思い出してください三番目才能を見つけて磨いて分かっちゃってください皆さんには話す才能各才能料理を作ったり人と人をつなげたり何か物を作ったり人を癒したり何か才能があるはずなんですそれを出せば出すほど、えー、経済的価値が生まれますなので皆さんの才能を見つけていくということをぜひやってください四番目 えー、人生と直感を信頼するもう何回も何回も僕の本のテーマに出てきますけど人生を信頼する未来を信頼するってことなんですであのこの後質問を皆さんからお聞きしますけどよく聞くのがね私は大体人生を信頼してますっていうのなんですが大体の信頼ってないんですよ信頼するか信頼してないかのどっちかなんですなので信頼ってどういうことなのかってことをぜひか今日から考えていただきたいと思います最後に いつも皆さんが選択肢があったらワクワクする方を選んでくださいこれが皆さんの人生の鍵になると思いますさあそして最後のスライドお金と楽しく付き合おうということで終わりたいと思いますなので私の講演の部分は一旦これで終了したいと思いますありがとうございました<手>さてと、えー、ぴったり15分前に終わりましたのでここから、えー、質疑 応答、えー、15分やりまして、えー、それからサイン会をやりたいと思うんですけども、えー、この中で、えー、質問してみたいという方がいらっしゃいましたら、えー、質問お願いしますはいじゃあ一番、えー、の方に、えー、マイクを渡したいと思います、えー、勇気ある質問者に皆さん応援の拍手をお願いします、えー、素晴らしい講演本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございますえっとお聞きしたいことがありますはい えっと、本田健さんが今、一番大切だと思っていることと人生の最後までにやりたいと思っていることは何でしょうか、えーまあ大まあ、一緒だと思うんですけど僕はやりたいことはそのお金から、ね、解放される人たちを増やしたいんですこれだからお金持ちを増やしたいというよりはお金に人生を左右されない人を増やしたいっていうのが僕のやりたいことなんです。 お金がなくても本当に好きなことをやり始める人たちが増えたら本当に素敵だなと思うんですね。今から30カ国で本の本が発売されていくのでその本の読者の人たちの一定数がお金関係なく好きなことをやろうっていうふうに思い出したらいいなっていうふうに思います。で僕は死ぬあと15年か20年か30年か分かりませんがその時に今よりも好きなことをやってたり幸せな人が増えてたらいいなっていうふうに思います。それは、えー、どれはどだけお金を 持つとか全く関係ないんですね外的状況に関係なく自分のハートに従って生きる人がどれだけ増えるのかっていうのが僕はすごいやりたいことだしで僕もぶれ、えーまあ、ることが多いですけど本当に自分のやりたいことを中心に自分のハートがイエスっていうことを中心にやっていこうと思ってます。まあ、それは世界で講演するってことなんですけど、まあ、下手くその,あの自己流イングリッシュで頑張ろうと思ってるんですけどね、まあ、そういうことを今やりたいと思ってます。 どうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいじゃあ質問はこっちかはい、はい、応援の拍手お願いします ちょっとハッピーマネーっていうのがハッピーパーソンにつながるなと思いましたし、はい、それからアンハッピーマネーを持っている人はアンハッピーなやっっぱりちょっとパーソンになっちゃってるのかなっていう,ふうに思って、はい、まあそれはライフだったりっていうのも同じかなっていう,ふうに思ったんですけど私自身はあのケンさんもねこのああの以前にもあれだと思うんですけどハッピーパーソン、ひまわりでハッピーパーソンをやってるんですね。<laughs> それでででハッピーパーパソンでですね <laughs> あの世界に 健さんとぜひこう一緒に行ってみたいっていうふうに思ってるんですけども、はい、どうしたら健さんと一緒になった。あ、それで、えっと、健さんのお誕生日がおとといですか。はい。ありがとうございます。で、実は、あの、私の誕生日が今日なんですね。あ、おめでとうございます、はい。ありがとうございます。それで、あの、こんな質問させてもらってるのと、誕生日なんで、ちょっともう。思い切って、あの、質問させてもらおうと思ったんですけど、健さんとご一緒に、この、なんか。 もうなんかこれの,のなんか公認キャラクターになりたいなと思ったぐらいなんですけど一緒にご一緒に世界に回りたいっていうふうに誰か、はい、というとやっぱりそういう方と一緒に環境そういう方とご一緒にするってことが自分の,そのお金に対する考え方人生に対する考え方をこう 変えていくその環境がそういうふうになること付き合う人をそうしてくるってことが、まあ、のひいてはそういうふうにあの自分の人生もそうなるんだろう、まあ、周りもそうやって幸せになっていくんだろうっていうふうに思ったんですね、うん、なのでその質問をこれからね世界中公演して回るので、はい、その時にこの、えー、と去年は日本人20人を中国に連れていったり、はい、アメリカに100人連れていったりとかしてるので、はい、あのドバイとかねヨーロッパとか、えー、僕は公演する先々で、はい、まで、あ、現地の 日本人もそうかもしれませんけど、えー、日本から行きたいという人は参加者を募って、はいえー、やりたいと思いますので。はい、ぜひその過去で来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。<laughs> はい、あとは、なんかその辺ではい、じゃあ、男性いきましょうかね。はい、はい、拍手お願いします。 お話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お金のあのドラマの振り返ってそれで癒すというところで、私もなんかそういうのはいろいろ引っかかるんですけど、その癒すっていうののを具体的にどうしたらいいのかっていうのを教えていただけたら嬉しいです。はい、例えばね、その自分は一方的に傷ついたと思ってるんですけど、関係者はどうだったのかっていうのを想像してもらいたいんですよ。例えば僕の父親はそのお金はあったんだけども。 その出費が発生してお金が減るってことに対してはストレスを感じるんですねですよでもそれを素直に喜べないお金のストレスの方が大きいってことはあんまり健康な状態じゃないってことですよね。同じように母ももし選択肢があったとしたらあの息子を留学するのが夢なんだったら叶えたいっていうふうに思うはずなんですよ。 なんですけど、それができなかったってことは、まあ、アルコールの問題とかいろんなそのうつの問題とかがあって、父も母も精神的にやはり健康な状態ではなかったってことが、大人の僕にはさせられるんです。で、その時に例えば16歳17歳の僕は何も悪くなかったわけですよね。なのでイメージの中で君は全然悪くないよって。でお父さんとお母さんも今だから僕のよりもまだ若いですかね両方とも。で、その二人も悪いわけじゃなくて、その父も えー、自分の父だから僕から見た祖父を小学校の時に亡くしてるのでもう相当苦労したわけですよねだからそういうストレスでああいう風になっちゃったしっていう全員を理解できるかってことなんですでそうするとね誰も悪い人いないんですよ誰も悪い人がいないそのお父さんお母さんおじいちゃんおばあさんの時にいろいろ社会的に戦争とかそういう余波がうちの父母に来たわけですよねで じゃあその戦争をやった人が悪いのかっていうとその人たちも何かのやむ,やむにやまない事情であったわけですよねなのでそういった意味で人類の悲しみとか絶望っていうのはずっと続いてるんですよで。そういったものを感じながら誰も悪くないけどもそれぞれの人たちに愛を送れるのかってことなんですだからまず最初許せなかったとしてもまず理解できるかってことですよね。 漁師の,の在り方とかあるいはまあ戦争が起きたこととかももっともっと遡ればねそこまで理解できるかどうかっていうのが最初の、えー、癒しのステップになると思いますで理解できればじゃああとは許したいか許したくないかっていう選択肢になりますからねなのでそうやって、あのー、そのお金で困ったりお金でストレスを抱えていた父母を許せるかどうかっていうことをよかったら考えてみてくださいありがとうございました さあ、あとまだ一人二人いきますけど、はい、じゃあさっそく行きましょう。はい、はい、はい、拍手お願いします。今日はありがとうございます。はい、えっと、私は今あのフリーランスの女性のメンバーが集まって、はい、あのチームでお互いのあの才能の掛け算をして応援し合うということをあのやってるんですけども、はい、あの一流の方。 あの方々とつないであの広がってきてあの応援してもらったりもするんですけどもそのなかなかこのハッピーマネーの循環っていうのが正直今のところ持ち出しの方が多くてであの皆さんに言われるのがやっぱり会社にしないのってなんか言われるんですねで健さんのなんか音声でもう会社は二十世紀の話だよっていうのがあってあの何かそので私たちもそのチームであの世界に広げていきたいんですけどもチームで世界にするのに一番必要なことって っていうのは、はい、あの何なんでしょうか。必要なことは誰かを喜ばせることに本気になることなんですよ。で、はい、例えばお金が回ってないっていうのは、うん、お金を出してもいいぐらい喜んでる人が少ないってことなんですよ。うん、なのでちょっと楽しいよりは上だと思うんです。うん、でもお金を払ってもいいからサポートしたいよりは下なんですよ。うん、なので例えばそういう活動を五千円とか一万円払ってもいいからサポートしたいっていう人たちが百人二百人出てきたらお金が回るはずなんです。うんうんうん なので誰かを徹底的に喜ばせる誰かにメリットを与えるってことをチームでできてなければお金にならないってことなんですよね。なのでどこがまだ中途半端なのかどこがまだ経済的な価値を生むようになってないのかってことを考えて。 あるいは例えばそういう,ふうなものを応援したいっていう企業も出てくるかもしれないしそうするとスポンサーがもらえますよねなのでそのお金の発生する仕組みを考えることが多分次のステップだと思いますそれは会社でも会社じゃなくても一緒だと思いますけど誰かがお金を出してもいいぐらい喜ぶか会社でも個人でもいいですよ。 そういうふうなことを活動やってたらうまくいくと思います。うん、これねやっぱり世の中の節理なんですよ。<ー>今はだから全員自己満足で終わってるってことなんですよね。はい <laughs> はい。なのでそれをプロフェッショナルなレズムレベレベルのどこまで高めたら絶対お金は回ります。わかりました。はい、はいはい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。あとその辺でいらっしゃいましたよね。はいじゃあ後ろのはいあの赤い方いきましょう。はいはいはい拍手お願いします。 すいませんあの質問というよりもお願いなんですが対、はいはい、島の1961年生まれで,で近いところがあるんですけど、はいはい、88歳の母を連れてきたんですけど<ー>やっぱり,そのりお金に対する不安っていうのがその時代背景であって私は本を読むと、まあ、先生の,あの意見とかそういうふうに行こうとするんですけどそんなこと言ったってお前とか言って <laughs> こう引き戻されるような時があるわけですね、はい、なので母に「大丈夫」って言っていただいて家でも大丈夫ですか <laughs> ここにいるんですけど <laughs> よろしくお願いします。はい まあでもこういうとこにあの親子で来れるっていうのは羨ましいいですすよねありがとうございます、はいでね、最終的にはお金じゃないんですよ、はいはい、だからお母さんが大丈夫だっていうふうに思えるぐらいあのお嬢さんが稼げばいいわけですよね、うん、だまだ稼げてないからですねそうだからお母さん大丈夫だっていうふうに本当に思えてもらえるかどうかっていうのが一つ はい、でも僕の母のことを思い出してあの分かるのは僕はもう何百万本も本が売って他にもいろいろ収入がありますからお金には困ってないってことが頭では分かると思うんですけどいつも言ってたのはあんたお金大丈夫かってずっと言われたんですよ。そのたんびに僕すごいおかしくなっちゃってお母さん僕いくら稼いでるか知ってるのっていうのを言いたかったんですけど母親の仕事はね大丈夫っていうのが仕事なんです。なのでお母さんが大丈夫っていう時は 本当に心配して大丈夫って言ってるんだけど自動的に大丈夫かって言ってるんです<ー>なので僕はね母親それ以降どういうふうにしたかっていうと、はい、母親の「大丈夫か?」っていうのは僕の中で翻訳して「はい、I love you」っていう,うに翻訳するようにしてるんですなので「大丈夫か?」っていうのは英語で言うと「I love you」なんですよ、はい、なので「心配してくれてありがとうお母さん」っていうのが一番いい言葉じゃないでしょうかあ,ありがとうございます、はい、心配してくれていつもありがとうございます <laughs> はい <laughs>、はい、それでいいと思います <laughs> はい さああともう一人ぐらいいけるかなはいじゃあそちらの女性いきましょうかねはいさっき手を挙げてましたよねねはいじゃあ後ろの方と最後こちらいきましょうはいじゃあまず後ろの方いきましょうはい応援の拍手お願いしますはい生まれも育ちも名古屋なんであの今日はデラうしいんだが、はい やっぱり仕事を選ぶ時って収入がいくらなのかとか、まあ、生活が成り立つかなっていうところを先にあの考えてやりたいことを後に乗せてくるみたいな人生選択を今まではしてきた気がするんですけど逆にこういうあのお金から離れて自分のやりたいことをじゃあ見つけようってなった時にもうなんか長年こうお金ベースでこう生きてきちゃったので自分の才能とかワクワクするっていうことをあの見つけるというか感じるっていうのがなんか自分でもなんか難しいなって今思ってたんです 持っていて、なんかそういう人はどういうふうにこうステップを踏んでいけばいいかなと思って。はい、ありがとうございます。はい、あのよく聞かれる質問ですけど、まず一生のどっかのタイミングで自分のこう好きなことを中心でやっていきたいっていうふうに思われてるってうことですよね。じゃあ何歳ぐらいを一つの目標にします？あ、今すぐにでも。今すぐは無理です。じゃあ。 あと5年以内あと5年5年ぐらいのほうが現実的ですよねじゃあこの5年の間に自分の才能を探すのに1年かけてで実際にそれを試す1年があってでそれを本格的にやっていくのに1年ぐらいかけたら5年できるんですよでもさっき「今すぐにでも」っていう焦りがなんかこう今すぐにやろうとするとなかなかうまくいかないんですよねなので僕も世界に進出しようと思って実際にできたの10年かかったんですよ なので10年間ちゃんと待つだけのそういう,こう忍耐力があるかどうかってことなんですでもね一つ言えるんですけど今僕は3年前から中国を始めてだいぶ話せるようになってきたんですけどその50代の間に僕は中国で講演するっていうのが夢なんですでその今だから中国を始めたんですけど今もし僕が中国を始めなかったら60歳になった時も全く話せませんよねでも今毎日ちょっとずつはなあの勉強してるんです なので前にちょっっとずずつやってるるかからなんかはできるはずなんははででできすよなので僕の好きなアンセン・ロビンズの言葉で人は1年でできることを過大評価するんで1年経ったらすごいことができると思うけど実際できないんですよでも10年やったらすごいことができるんだけども10年やれるることに関しては過小評価すすんですなので何もやらなかったら5年後も今の生活の延長なんです なで5年間かけてでも本当に自分の好きなことやっていくってことを今日決められると5年後ニコニコ笑ってあの5年後会った時にね「けんさん覚えてますか?」5年前の伝えであの暑い時に講演聞きましたあそこから私の人生が変わって5年経って今好きなことやってますっていうことをぜひ5年後に報告に来てください今ねそういう人たちいっぱい会うんですよ「けんさん覚えてます?」13年前のって覚えてるわけないんですけど <laughs> そういうふうな話を聞くことがあるので。 必ずそれは起きると思います。今日からスタートしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ今日の、えー、鳥の方に最後の質問をしていただきたいと思います。最後の方に皆さん拍手お願いします。はい、質問の機会をありがとうございます。はい、ありがとうございます。さっきね何回か手挙げてたからね、ごめんなさい。はい、ちゃんと見てましたよ。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのー、すごく今日の講演を聞かせていただいて印象に残ったのが。 あの保証人のところであの検査前に音声のところであの止めてくれる1週間止めてくれる人がどれぐらいいるかというところではそれはイメージができてああそうだなと思ったんですけど保証人のお話を伺った時にすごくずっときましてあのまあ私、おじいちゃんがちょっと保証人になって大変なことになってその保証人というところではやっぱりあの1週間止めてくれるのとは違う感情が動く。 で保証人というところではちょっといろいろ厳しいところがあるなというふうに今昔の私だったら思っていたけれども今あのフリーランスのメンバーで一緒に活動しているって先に質問させていただいたお二、うん、人はそうなんですけれども、はい、であのちょっと中途半端なところがあるから。 あのー、なかなかお金と循環っていうのは生み出せないんじゃないかとううおっしゃっていらっしゃってそれでお金はそんなに関係なく好きなことをできる方がもっと増えればいいなっていうふうふにもおっしゃっていたかと思うんですけれども、はい、やっぱりあの何かをするのにお金は一つのエネルギーであると思いながらずっと入ってこないとじゃマイナスになるんじゃないかっていう、はい、その心理的なせめ合いみたいなところもあると思うんです、ねはいはい、だから僕はね。はい、人類は市場にも,しいものを発明した と思うんですお金という、うんはい、お金は人の感情をものすごく揺り動かすんですよなので皆さんが価値を受け取るっていうのもお金にリンクするわけでしょで、ね、だからそのフリーランスの人たちでやってた時に、えー、じゃあ3年後にねお金がすごく回り出して全員がすごい豊かになったらもうすごい乾杯したくなりませんか、うんはい、だから今はうまくいってないから困った感じがしてるかもしれませんけど、うん、一旦お金が回りだしたらもう全てが楽しくなるんですよ、うん なのでお金ってそういういうな要素があるんです皆さんの信頼を試す一つの道具なんですよそうやって考えたら今はうまくいってなかったとしても3年後にすごくうまくいっている未来があったとしたら最高な気持ちになりませんか、はい、そで、はい、その気持ちに今の自分を引っ張ってもらえるかどうかを考えてみてくださいまずはその今そう、はいはい、なぜかというと今お話ししている未来には楽しい未来はないんですよ、はい、さっきだってそうでしょ 回っっててていいかなんんでですす話をしてたんですよそうじゃなくて3年後には回ってる未来を見たら全然違うものが見えてくるんです、はい、これが皆さんの目線をどちらにするのかってことを考えてくださいっていうことを言ってるんですあはいこれが豊かさ意識なんです、はい、その豊かさ意識が先にまず来るっていうことです、ね、そうそう私たちがやってることはこんな素晴らしいことやってるんだからきっとうまくいくようになって全員が思って、はい、全員がエネルギーを込めたら、はい、多分半年ぐらいでうまくいくと思います 逆に言うと半年で、ね、経済的に自立するにはどうしたらいいかっていう質問を全員が自分たちにしたら多分、半年でできると思います。今はいろ、うん、んなこといいことやってるんだけどいいことやってるけどいいよねっていう甘えがあるんですよ。うんはい、なのでこんな素晴らしいことやってるんだったらお金って回るよねっていうふうに全員が確信したらその確信が本当のものであればっていうそう。 そう、で、そして、それはね、ものすごい楽しいことなんです。はい。だから、ぜひ、それを、そのプロセスを楽しんでください。はい。わかりました。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい というわけで、えー、時間になりましたので、えー、講演会はここで終了して、もうお時間がある方はサイン、えー、します、僕はサイン早いので、大体いいこのメンバーだったら10分、15分でできると思いますので、えー、待っていただけたらと思います。今日は本当にお忙しい中、暑い中、えー、ありがとうございました、えー、た楽しかったです。